よいよだな。援軍もおる。備えは万端と言えよう。少しは休めたか。眠れやしない。タカにはすまないことをした。クロードのこと、あの子もヤリカワも信じてる。立ち上がってくれたのはあんただけだったから。クロードのためならみんな死んでもいいって。もはや何を信じているのか。俺も対馬の民のため死ぬ覚悟だ。分かっておろう。覚悟だけならいいけどね。しばし外すぞ。小賀殿に会わねば。戦場で待ってるよ。対馬に攻めてくる前、猛虎は撃つ。身内同士で戦ってたってことか。カーンは自分の兄弟と跡目争いもしたらしい。何年も牢に出た末に毒を持ったんだとさ。どうせ殺すのになんで生かしたんだ。さあな。だが訳なんて知りたくもない。猛虎のやることは分からん。酒井様。ノリオ、新参の稽古中か。稽古ではなく心の整え方を教えていました。武士も槍川の戦士も戦の前に心を静めた方がいいかと思いまして。そうすれば世の無常も死への恐れも受け入れられるはずです。なるほどな。加わってもよいか。ええ、喜んで。助かったぞ。御仏のご加護がありますように。酒井殿。小賀殿、叔父上の所在は。丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。待たせる気はありません。さようか。お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロード。武士が全て撃たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしが捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、老御殿がお着きです。陣、上におる。志村が荒らされているのか。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、藩には捕らえられて寝返るよう迫られました。藩と話したのか。捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみも藩に償わせてくれよ。仁、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの跡継ぎとなる。クロードではなく武士として。
ありがたく存じます、叔父上。今日は叔父と甥として戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、故に手強く、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。藩を討ち取りましょう、共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥン藩を討ち取り、我が城を取り戻し、蒙古どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。Shoot!
道を開けと。かような手を使えと命じたか。誉れある武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう。あの役はこのままでは進めない。お前が策を練れ。あの兵器を壊すのは武士らしく、わしはここに留まり矢面に立つ。私も行くよ。離れるな。この者とどまれ。行け坂井、槍を奪え。登れ。
できることはないね。では皆のもとへ。恐怖を味方にしたから敵を倒せた。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。始まったばかりだがな。酒井様、やりましたね。もうこぜを押しておるぞ。弓取りだ。前兵が来るぞ。後ろを取られるな。行かせた。あれじゃ犬死ねだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛ける。いえ、兵が足りません。だから言ったのだ。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り、
殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前もけだものになるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。藩の首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構です。様、息を吸い続けておれ。小金寺を建てたご一族足立と志村様の下地で橋が修繕されてる。叔父上は策を貫くおつもりだ。犠牲が増えると承知の上で。みんなあんたを頼って集まったんだ。分かってる。半時でトリカブトを集められるか。まあわずかなら。人を頼り、集められるだけ集める。猛虎を毒で殺すつもり。一人で城に忍び込み、飲み物に毒を仕込む。ハーンの最後をこの目で見届けてやる。志村様に知られるよ。タカから預かってるものがあるんだ。ずっと渡せなかったんだけど、でも用心のために。無用だ。もらってやってくれ。急いで鳥かぶとを集めた。足りそう。これで何とかしよう。やぐ。
手早く物見を殺さねば。矢倉から敵陣を探りたい。すべて倒した。毒を盛る手を見つけねばな。あの道、守りが薄く潜める場所も多い。開くようだ。もうこの酒に毒を漏れそうだ。死にきれぬ兵も出るだろうが、後で一人ずつ殺せばよい。杉笠衆だ。龍蔵、やはりここにおったか。守りは堅牢で火薬もある。迎え撃つ備えは万端ということか。気づかれずに酒のところへ行かねば。庭を抜けた方がよいな。を入れる。
ち張ろう。敵はあそこにある。あとは毒を入れるのみ。モンコルクムエンミカスニアシバルホン。待つとするか。イネッパスタッドが。ハーンはどこだ。北へ行った。クロードの首を取れと言い置いてな。ならば取りに来るがいい。いや、お前が助かったのは俺がハーンに頼んだからなんだよ。奴はタカを殺した。俺の仲間も死んだ。もう味方はいない。お前しかなあ。二人で猛虎を撃ってやろうぜ。今さら知れたことを言うな。俺がハーンについたのは探るためだったと広めろ。お前が言えばみんな黙れ。前ほどの友はいなかった。下れ、そして報いを受けよ。それしか道はない。それは無理だ。なぜくだらなかった。おじごの手で殺されたくない。さすら後には引けん。ドクとはな、おじごの教えに背いたか。なぜ寝返った。こうするほかないのだ。
取り返しました。藩は神谷方へ。すぐに盾は足に背いたな。民を守るために下まで。これが誉れある戦いと言えるか。おかげで勝てたろ。民を恐れさせ世を乱してか。これは戦です。それでは蒙古と同じではないか。誉れはどこにある。誉れでは民を守れぬのです。鎌倉に咎められることになる。だがまことお前の咎か。すべてはあの下人めの企てであろう。叔父上、九郎殿の名を捨て。この諸行の咎はあの女に負わせよ。皆に伝えよ。お前の名は志村仁、将軍様の御家人である。わしの息子だと。お断りいたす。俺は玄人だ。では裁きを受けてもらう。藩を追え。仁、鷹のためだ。行け。Thank you.